どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はガズメロやっていこうと思います。このガズメロっていうのは一体何かというと、世界中にある名曲たちの主旋律のメロディーをこのウクレレで弾くというか、ウクレレに歌ってもらうっていうか、歌わせるっていうか、奏でる、とにかくあの主旋律のメロディー単音で弾いていこうというね、そういうね、あのプロジェクトになっております。もう結構曲数いろいろ取り上げてるんですけど、はい、やっていきますよ。今日はね、このかっこいいね、 G ラボのね、ウクレエレキウクレレを使うんですけど、みんなが持ってる普通のウクレレでもできるようになってますんで安心してください。さあ本日取り上げる曲はこちら、ドーン、スピッツの空も飛べるはず。これをやりましょう。これちょっとね、ガズメロではですね、取り上げてる中ではちょっとね、やっぱりちょっと難しい、フレーズがいっぱい登場すると思うんですけど、これからゆっくりポイントなども解説しながら、やっていくんでご安心ください。さあいつもの流れの解説なんですけど、まずこのタブクというこの楽譜を見ながら進めていきます。これね、ちょっと軽く説明すると、一番上の線が1弦2弦3弦4弦ってこんな風になってます。でこの数字はですね、フレットの数なんですね。これちょっとサビのね、今の出してるんですけど、君と出会った奇跡があるところですけど、ちょっと弾いてみると、まず最初に3弦の7フレット、次2弦の8フレット、次2弦の10フレット、1弦の7フレットですね。君と出会った奇跡が、こんな風なあの楽譜を読んでいくんですよ。時間の流れとこの数字とこの1弦2弦3弦4のこのなってるから、この関係性であの謎解きしながら進んでいくというね、これタブ譜というね、特殊なちょっと楽譜なんですけど、これ面白いでしょ。この読み方めちゃくちゃ詳しくね、あの解説してる動画 URL 貼っとくんでね、概要欄に、見ておいてもらいたいんですけど、これはね、この楽譜を見てすぐに弾けるっていうんじゃなくて、何回も何回も練習して覚えるしかないです。ガズさんも覚え切りました。はい、このタブ譜のメロディを弾いて、このねメロディガズメロをやるにはね、もう繰り返し繰り返しやって自分のものにしてから、こう楽しんでいく、そんなようなね、ちょっとねすぐにはできないんですけど、これがまたですね、一回覚えちゃうとね、もうめちゃくちゃハマる楽しいことになってますんで、やっていきましょう。でまずね、この後ガズがですね、このエレキウクレレを使ってデモ演奏します。でそのデモ演奏を見て、皆さんがあのどの指でガズさん弾いてるかな、どんな風に弾いてるのかなというのを勉強していただいて、タブ譜ももちろん出しておきますからね。で覚えてもらったら、今度は皆さん本番の番です。マイナスワンといって、ガズが皆さんの演奏の伴奏をしますから。はい。伴奏で今日登場するのは G ラボのこのガズモデルを使って伴奏していきます。ということで、そういう二部構成になってるんですね。はい。これじっくり練習して本番のマイナスワンまで、突き進んでください。そしてですね、今回ね、ガズのデモ演奏と、伴奏、皆さんのマイナスワンは、両方ともこの G ボックスというウクレレ専用アンプを使って奏でていきます。こっちの音もね、めちゃくちゃいい音になってるんで、ちょっとチェックしておいてください。概要欄に、ね、このアンプのこともね、詳細貼っておきます。で、もちろんなんですけど、この空も飛べるはず、ガズレレの弾き語りレッスン見てくださいよ、これ。で今回のマイナスワンの伴奏もこの、弾き語りのレッスン動画のこのやつを、元にしてますんでね。これ歌も気持ちがいいんですよ。歌も歌って、このメロディーも弾いて、もう仲間と一緒にこうアンサンブルで交代でやる、こういうのを楽しんでください。はい。そしてこのガズレレ YouTube チャンネルは、普段はですね、超簡単弾き語りウクレレレッスンプログラムやってるんですよ。今もね、この出てたこの弾き語りなんですけど、こんな感じで歌っていこうぜ、誰でもすぐできるよみたいな、簡単にやってるんです。ぜひまずこっちからやってもらいたいです。やったことない方は、このガズメロも同時進行でもいいんですけど、こっちだとね、コードとかね、そういう大事なことがすごく詰まってる、基本が詰まってるんでね、これをやってもらいたいです。概要欄にガズレレできるウクレレでスタートできる URL 貼っとくんで、まずそこでお勉強してみてください。さあそれでは早速やっていきましょう。スピッツの空も飛べるはず、ガズによるデモ演奏の方からタブ譜を表記しながらやっとくんで、ぜひじっくり見てください。やってみる、
やってみました。これ結構ですね、ガズメロの中では難しいこのフレーズの連続なんですね。弦がすごいまたいでるところとか、結構あとテンポもちょっと早いんで、なかなかこれは練習が必要かと思います。ガズが気がついたワンポイント、これからね、濃厚にレッスンしていこうと思うんですけど、その前にね、今画面に映ってたこのタブ譜たちをですね、ノートにこう書いてます。はい、これガズさんノートなんですけど、はい、これをですね、こう画面上にシェアしていこうかなと思うんですけどですね、こんな風に大きくとして、ガズクラブでダウンロードできるようにしておくんで、ぜひ皆さんガズクラブはご注目していただきたいんですけど、その前に、この本のお知らせ。出ました、この本。はい。ご機嫌ガズレレデイズ。ガズさんが新しいね、めちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本を出しましたよ。シグの友社から全国発売中。書店さんや楽器店さんにもあると思います。もしなかったらご注文いただければ嬉しいと思うんですけど、アマゾンなどではね、もうバンバン発売されておりますので、ぜひよろしくお願いします。で、これ購入いただいて読んでいただいた感想をですね、例えばアマゾンだったらアマゾンのレビューに書いていただいたり、皆さんのね、SNS でね、感想をつぶやいてもらうとすごく嬉しいです。ぜひともこの、めちゃくちゃいいこと書いてある本、これご機嫌ガズレレデイズっていうタイトルなんですけど、本当にご機嫌気分になれるすごい本ですからね、ぜひよろしくお願いします。さあ、そんなこんなで、ガズによるこのタブ譜を、画面上に映そうと思うんですけど、これガズクラブで、ダウンロードできるようにしておきます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた、空も飛べるはずのタブ譜メロディーを含む弾き語りも含めたものすごい1000曲なんか軽く超えてますからね、の中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードできるという画期的なサービスなんです。このね、ガズクラブメンバーになるとアプリがあって楽譜の管理ができるようになったりとか、毎月2回大セッション大会ガズオンに参加できる機会があったりだとか、あと皆さんの演奏動画をね、発表できる場所があったりとか、すごく面白いクラブ活動です。ぜひガズクラブ入ってくださいね。で、あとちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっと難しいですよ。 YouTube メンバーシッププログラムというやつで、こっちは590円毎月で、毎週2回のライブ配信です。もうチャットでリアルタイムで質問し放題され放題で、で、課題曲を決めて、でもみんなでも夢中になって深掘ってます。こっちもめちゃくちゃ濃厚で面白いです。これ大学なんで16ビートとかカッティングとか練習してるぐらいの人だと面白いと思います。おすすめです。はい、そしてこのガズラジっていうのをやってます。毎朝7時半からラジオ配信やってます。スタンド FM というラジオアプリで無料で聞けるんで、めちゃくちゃいい曲で喋ってますからね、ぜひ聞いてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼っとくんで、ぜひご興味ある方はチェックしておいてください。じゃあ、画面上に、今映ってたタブ譜をシェアしていきましょう。これ今日ちょっと細かいんですよね。ちょっとまあ一応ね、さっき映ってるのと一緒ですけど、こんな感じで書いたよと、こう一枚にまとまってるとまたね、いいでしょ、雰囲気が違うでしょ。これ一時停止で書いていってください。ガズクラブ入ってる方は、入ってくださった方はこれね、デジタルデータでダウンロードできますと。はい、でここがこんな感じかな。 A メロで B メロですね。あ、イントロも結構これポイントですからね。はい、まあ繰り返しなんですけどね。はい、でここがサビでございます。はい、結構すごいことになってますよ。はい、で1回目のサビやったら、このイントロの感想をやって、もう1回サビ繰り返して、もう1回この感想としてこのやつをやったという、そんな感じの、構成になっております。はい、でサビの後、感想に混ざるところとかちょっと被っちゃうんで、どういうところかというと、ずっとそばで笑ってイントロの感想のメロディー、ここを被ってるんで、こんな感じでアレンジしました。いてほしい、たたたんたんたたん。はい。ここはなんとなくわかりますよね。いてほしいのところで、ダンダンダンダーって、この、が隠れちゃってるんですけど、こうやってメロディーをちょっとね、やっていきましたよということです。はい。で、今日のね、このレ、空も飛べるはずのこのガズメロの、メロディーはですね、ちょっと難しい。まずは、早い、結構早いですよね。イントロのところとかも、例えば、これなんか次々とこう音が来るんですよ。なんで伸ばす暇があんまりないんですね。なんでテンポが速いっていうよりは休む時間があんまりないから、なんかずっと弾いてるイメージですね。だからまたいでくるフレーズが多いというのが1個なんで、これはもう覚えちゃうしかないですね。何回も言いますけど、それこそ何回も飽きるほどやって覚えちゃう。次の順番はなんていうよりは、こう流れで覚えちゃうのがいいと思いますね。自分の目から見たこっちの指の景色で、こうやって、あ、ここか、こうやって行って帰ってみたいなのが効果的だと思います。で、あと歌い出し、幼い微熱のところも、ここ
今のところ一弦の7、7、7、三弦の7、これ弦飛びますからね。ガズさんこうやって弾いてます。次も5、5、7、一弦と三弦。今日はだから指2本じゃないとちょっと難しいかも。はい、人差し指右手ね、人人親一本指だと忙しい。多分これね、この2本指を使わないと器用にね、なんとかここがちょっと出だしいきなり難しいかもね。1弦と3弦、弦を飛ぶ、弦飛びです。はい、でさっきも言ったようにどん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 音が次から次へとやってくるんで、次なんだっけっていう風に次の準備をする期間がないんですよ、この曲は。だからね、かなり先を読みながら、先を読みながらメロディを弾いていかないといけませんというのが1個あります。まあそうは言いながらもですね、この曲皆さん歌のメロディを結構覚えてるでしょ。これがすごくね、アドバンテージはあると思いますよ。ここも弦飛ぶんだよね。輝くすべ、ここすごいよ。3弦の7フレットから1弦の10フレット、すべを求めてとかね。いやー、この辺もなかなかすごいことになってます。あとそうだ、間奏とかイントロのところで12フレットが出てくるんですよ。そこもちょっとねポイントかな。ここ12フレットからね、ここもちょっとバタバタするんです。とにかくね、この曲がちょっと落ち着く暇がないぐらいのメロディーのね、こう充実ぶりというか、これがもう音程差とどんどん次から次へと押し寄せてるところがポイントです。で、もちろんサビがやっぱ一番、なんていうの、盛り上がるところですから、さらに盛り上がってくるよ。12フレット。ここ早いんだよね、結構。ここも弦飛びます。1弦の12、12、3弦の11、12、みたいな。ここ早いんだよ。やってみたらわかる。もうね、なってるから、次から次へとやってくるわけ。とにかくここはね、もうじっくりやってもらうしかない。あのね、いつも言っておきますけど、YouTube の頃、今見てる YouTube のね、再生速度変えられるんですよ。だからめちゃくちゃゆっくりやるのいいかもしれない。そうすると、できる。再生速度どうやって変えたらいいか、めちゃくちゃ詳しくガズが解説してる動画概要欄に貼っとくんで、遅くして練習するのめちゃくちゃいいですよ。サビはね結構ほんと早い、なかなかすごい、畳みかけていきます。でもこのやり終わった後の充実感も最高なんでですね、でもね、ポイントを押さえと いけばですね、いけますよ。はい、あとずっと練習したら、いずれは弾けるようになります。ポイントはね、今日はやっぱり人差し指と親指を交互に使えるようになるのがいいと思いますね。今のこの辺のやつはやっぱり指一本だとちょっと忙しすぎるかもしれない。そこをちょっと練習するいい機会かもしれませんということで、ゆっくり再生でちょっとやってみてください。さあ、それでは皆さんの本番の番がやってまいりました。マイナスワンやっていきましょう。マイナスワンはさっきも言いましたけど、このガズモデルを使ってこのね G-BOX のアンプで鳴らして皆さんのバックアップしようと思います。ちょっと今セッティングします。はい、セッティング完了しました。はい、このねいい音でしょ。この音で、皆さんの演奏のバックアップをしようと思います。伴奏をやっていこうと思います。まず本番ですけれどもですね、その慌てずにですね、一回深呼吸して、ゆっくりちょっとこう、肩をこう回しながらですね、一回ふーってなってから、やっていきましょう。はい。じっくりいきましょうね。はい。ガズさんの、こう、体の動きとか、このリズムのグルーブをこう、感じながら、一緒にセッションですからね、やっていくのがいいと思います。マイナスワン、空も飛べるはず。やってみる!1、2、3、4。
やってみました。いかがだったでしょうか。結構あのサビのところね、忙しいんだここが、ここちょっとねあのポイントが多いんです。弦がいっぱい飛ぶんだよね。わかります、わかります。あのじっくりいきましょう。再生速度を遅くしてだん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 速くしていく、これがポイントかなと思います。じっくり時間かけてやっていきましょう。これができるようになるとですね、さっきも言ったけど、あのパートナーと一緒に一人は伴奏して一人はメロディー弾いて二人で一緒に弾き語りして、ハモったりなんかしてとかいうすごい壮大なスケールのね、あのアレンジもできるようになるかなというふうに思いますんでですね、ぜひあのトライしてみてください。で、一人の方はですね、あの今やったガズさんのマイナスワンの伴奏のとこだけ切り取ってもらって、どこかでこうパフォーマンスしてもらったり、そんなのもね全然 OK だと思います。こんな風な弾き語りだけではない音楽の楽しみ方、めちゃくちゃこれも面白いということで、このガズメロ他にもかなりたくさんね曲数増えてますよ。概要欄にガズメロで弾くソングリスト、タブで紹介しているソングリストを貼っておくんで、他の曲にもいろいろ挑戦してみてください。というわけでですね、もう山盛りでやってまいりましたけれどもですね、空も飛べるはずのガズメロレッスン、今日これで終わりにしようと思います。5月25日にこの G ラボ祭りっていうのがあります。すごいですよ、総額100万円のプレゼントです。とんでもないことになってますけど、はい、この参加はですね無料なんですけど、 G ラボウクレレのユーザー様限定ということになってます。詳しくは概要欄に貼っておくんで、めちゃくちゃチェックしてください。この100万円当たる時には皆さん電話してですね、その電話でもいろいろやり取りしようというとんでもない面白いあのことになってますので、ぜひご注目ください。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。